鉄は水に沈みますれば、浮くではないか。されど鉄は重く、船足が遅くなりますれば、それはこれまでの10倍頑張れ。されど鉄は錆びますれば、数年もすれば船は沈みましょう。よい、次の戦に使えればの。金に糸目はつけぬ。必要なものあらばこの一マスに言え。秘密兵器も授けるゆえ、勝たずとも次こそ敵を退けよ。はっ。およそ2年の後、再び久喜水軍と村上水軍は木津川口で激突した。こたびは負けぬ。鉄の船とは何様な噂はまことであったか。先に兵糧を本願寺に届けよ。鉄の船では船足は遅かろう。敵の兵糧部隊が本願寺のもとに。捨ておけ、この船では追いつかぬ。本隊を追い返せばよいのだ。兵糧は届けた。次は鉄舟を狙う。鉄で火がつかぬか。放て。リーダーの船を狙って。引くぞ。兵糧を届けるという目的は果たした。これ以上の損失は出せぬ。異国の猛術。それに鉄の船、錆びて数年で沈むであろう船を作るとは。久喜義孝か、いや織田信長か。面白い、面白い男がいたものよ。よくやった。あとは任せよ。はっ。忍びの者らよ、噂を広めよ。この戦、織田軍の大勝利。以後、本願寺には兵糧は届かぬ。あ。ほっ。信長めー。